おはようございます。おはようございます。今日はなんと発表会ということでね、はい、ちょっと度胸試しという感じで、ねはい、出ていただこうかなと思います。今日はねピアノと一緒なんですけどね、まあ、他にもいろんな受験生とかいるので、しっかりやってみてください。はい、じゃあちょっと行きましょうか。はい、人前でドビッシュ弾くのは初ですね。初めてか。はい、あら、本番のは初です。どうですか。いや、めっちゃ緊張してますね。緊張してるの。いやー、なんかいけるかなと思ったら、朝あの新幹線を乗り過ごしかけて、あのちょっとなんかさらに緊張してました。ちょっと前の日に結構心を落ち着けてたんですけど。昨日の夜はじゃあそんなに緊張してなかった。はい、昨日の夜は。あ、本当。朝ドタバタでちょっと、はい。はい、というわけで、会場着きました、はい、どうですか、緊張は増しますか。ちょっと緊張しますね。ちょっとうまいクレスさんが聞こえるので今日はどうしますか。なんかその目標というか、こんなところに注意してやりたいみたいなのあれば。いやー、とりあえずそのソロで人前も久しぶりなので。あ、試験とかはない。試験あるんですけど、そのなんかちゃんとした曲、あのこの前エチュードの試験とだったんですけど。あ、なるほど。しばらくぶりなので、はい、ちょっとは楽しんで演奏したいなと、本番なので。はい、楽しく演奏できたらいいって感じですか。はい、そういうところに注意して。はい、昨日はどうですか。全然緊張せずいけた。昨日はそんなじゃなかったんですけどね。あ、今日になって。今日になって、はい、ちょっとあ、やばいなしかも今日はあのあれですからね、あの鳥ですからね。あ、そうなんすか。あとでこれを渡し、まあ、してなかったね。はい、あ、そうそう、だからあの、まあ、ちょっと時間があるけどね、まあ、今がリハーサルして、で、しっかりやってもらえたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。初めてのドビッシー人前で演奏したのどうでした？めちゃくちゃ緊張しましたね。めちゃくちゃ緊張した。お客さんが近いと思って。自分的にの出来的にはどうでした？いやもうめちゃくちゃミスりまくっちゃって、あと音程がやばかったなっていう一回その人前で演奏するっていう経験できたから、はい、よかったね。はい、じゃあここからまた次に向けて頑張っていくという感じですかね。はい、課題はいっぱい見えた。山ほど見えました他の人の演奏はどうだったの？あの芸大の受験生とかもいたけど、いやめちゃくちゃうまくてこの後にやるのかみたいなでも来年はあのレベルになってなきゃいけないわけですね。そうですね、まあ、そういう意味でもいろいろこういい経験になったんじゃないでしょうか。はい、普通に一番いいです今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、スティーブです。はい、スティーブさんです。こんにちは、今日初めてね米山くんの演奏を聞きました。すごい頑張ってると思いました。指とかもシビアにやられて、コラジオもねちょっと頑張って吹いてたし、ちょっと音程ちょっと高かったんだけど、また緊張して噛んじゃったんだろうなっていう感じは受けましたね。まあ、これから本当に1月9日楽しみで、はい、配信あるよね？あれない頑張ってください、もうちょっとこう音程以外でこういうところを改善した方がいいなと思うようなところありましたか？こういうところ崩した方がいい？改善か、まあ、その運転とかは、まあ、多分あのその場変わっちゃうの。ちょっと噛みすぎな気がするんだよね。ちょっとあーってなるイメージがあって、あともうちょっとなんていう、僕の勝手な想像なんだけど、もうちょっとあのなんていうの、あのリードとか選んで自分の体に合うリードを選んで、もっと息が入るようにして、もっとレガートとか聞きたいなって思いましたね。あの曲だったら、うん、そうですね。あとじゃあここがすごい良かった、多分ここはすごい武器だなみたいな雰囲気は。まずすごい歌い心あるなと思いましたね。はい、あとしっかりこうそのレブの皆さんがこう指摘した場所をこう一生懸命練習してきて、こだわってやってるのはすごい伝わってきました。うん、あと指とか、まあ、なんか今日リハーサル聞いててね、ちょっとなんか早くなっちゃうとか言ってたけど、まあ、まあちょっと早くなったけど、まあ、でもそんな、ね、練習する方法が分かればすぐできると思いますし、全然楽しみですよ本当に。まだ高2ですよね。そう、うん、それが大事で、若さって大事だなってもう来年30やで、やめろ、どうしましょうはい、そんな感じ、頑張ってください米山君。ありがとうございました。米山君と共演していただいた秋松本さんです。はい、こんにちは、秋松本です。どうでしたか？まあ、なんか前回ね、そうちゃんレッスンでも一緒にやってたけど、うんうん、米山君どうですか？でも前回の聞いた時よりすごいいい音になってて、うん、びっくりしました。今日そう音色が良くなってて、もうまずびっくりして、なんか、まあ、前回狭いスタジオだったからかもしれないけど、今回なんか音もいいし、音も前よりふくよかな音になってるなと思って、うんうん、今日は楽しく共演させていただきました。なるほど。ここはもうちょっと改善した方がいいんじゃないっていうポイントなんかあったりしますか？まあ、今日で言うと、だからその速いレンプがめっちゃもう超高速みたいな、そこだけめっちゃ速くなったりしたところは本番に向け直せばいいんじゃないのとか、あと焦るとだんだんちょっと音程が上がっていっちゃって、なかなか修正が時間かかるとかは、もうちょっとそこは気をつけて1月頑張ってねとはさっき米山君と話しました。なるほどね。なんかピアニスト目線でそのアンサンブル的にもはその連符のところ以外は特に大丈夫でしたか？うん、その入りとかもしっかり入れてましたし、ピアノもしっかり聴いてくれてる感じで、私は楽しく演奏できたし、演奏しやすかったです。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、今日の米どうでしたか？今日の米はなんか音がやっぱりみんな言ってますけど、もうどんどん良くなってきますね、うんうん、けど、本人にも言ったんですけど、こう盛り上がってフォルテフォルテッシモで吹き飛ばす時にやっぱ力が入ったりとか、うん、細かい音符が分かんなくなっちゃったりとか、分かんなくっていうか頭で追えてなかったりとかしてるのが、まあ課題かなって思いました。まあ、やっぱり人前に立って本番ってなるとテンション上がっちゃうからね、ぶっ飛ぶっていうのはあると思うので、
でもなんか今日はさ、直前がさ、その受験生たちだったし、はいはいはい、なんかそれにだいぶ引きずられてたよね。あ、確かに。やってやる時間もすごかった。確かに。気合は入ってましたね。いや、まあ大事だけどね。気合、そう。だから、そうね、気合も大事だけど、冷静さもやっぱり大事だから、その辺の、ね、両立を頑張ってほしいかなと思います。まあでも一回本番を踏めたの経験はでかいね。うん、そうですね。まあ、また期待しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。パチパチパチ。